皆さんこんばんは。常年司の経済ニュース最前線。はい、ということで、ね、ウェルカムトゥ東京ということで、イバンカが、イバンカちゃんがやってまいりました。はい、ようこそ東京へいらっしゃいました。はい、とりあえずどこ行くんですか。築地とか行くんですかね。ああ、お寿司食べに行こうか。豊洲とか行くんですか、ね。豊洲とか築地とか豊洲とか、で豊洲であれですかね、こうコンクリートの水をこうすくってアルカリ性だとか言って大騒ぎするんですかね。そういう共産党みたいなバカなことはしませんよね。あるかもしれないですけど。あ、なるほどね、いやいや、もう本当ようこそいらっしゃいましたということで。あ、都内はね、はい、トランプシフトなんですか。おまわりさんがかなり、ね、すごいですね、先週からもうおまわりさんだらけになってて、多分地方からね、はい、援軍にいらっしゃるでしょうね。そうですね、なんかいろんな方言が聞こえてくるような気がします。はい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 、トラドモンニュースをね、あの撮ってる、まあ、スタジオの近くがね、まさにアメリカ大使館で、もう警戒が超厳重でね、はいはい、もう大型の警察車両がいっぱい止まってて、すごいですよ、はい、ね、だから検問とかも結構やりますからね、これからね。そうですね、はい、もうテロリストの皆さんも気をつけくださいってことだね。はい、まあ、一応でもあのちゃんと逮捕して裁判を受けられますから、日本は。そうですね、はい、大丈夫、裁判も受けられないでいきなりドーンみたいなね、どっかの国とは違うので、まあ、その点はご安心いただいてね、人権万歳って感じですからね。はい、まあ、トランプ大統領来るんですけれども、じゃあこっちからいきましょうか、話題的には。はい、はい、じゃん、パパ DMZ 行かず、娘、そもそも韓国シナに行かずということで、いやー、明暗が分かれましたね。ねえ、あ、これ明暗なんですかね。明暗でじゃないですか。いや、もう韓国はね、なんかそのなんでトランプはちょっとしか来ないんだとか言ってギャーギャー言ってたらしいんですけど、なんかね、あのこれ特番でやりますけど、はい、加藤清隆先生に聞いたところによると、もともとね、韓国行く予定なかったそうです。ああ、そうなんですか。はい、トランプさん嫌だって言ったらしいんですよ。だけどマティス国防長官がどうしても行ってくれって言うんで、じゃあしょうがねえなとか言って行くんですけど。嫌だってどういうことなんですか、ね。いや、もうなんかわけわかんないから嫌なんじゃないですか。なんか味方なんだか敵なんだか分かんないじゃないですか、やってることが。まあ、ね、まあ、やる気あんのかって思ってますよね、はいはい、でなんかあれでしょ、あのムンジェインってロシアと話して北朝鮮とロシアの国境近くでまた経済特区やろうとしたりとか、わけ分かんないこと言ってんのね。9億円の援助の次は本当、何言ってんだこいつって感じなんですけどね。すごいですよね。しかも竹島防衛隊作るんでしょ、舐めてますよね。いやー、すごい人ですわ。どの国と戦争する気なのって、でしかも韓国軍ね、サイバー攻撃にあって情報漏れまくりなわけですから、これも困ったもんですよね。そうなんですよね。そう、情報管理を考えるとね、アメリカと日本もちょっとね、たまったもんじゃないとこもありますね。まあ、そうですね、北朝鮮のサイバー部隊はね、そんな舐めたもんじゃないらしいですよ。みたいですね、はい、産経新聞に記事出てましたけどね、はい、あのサイバーはね、割とそのなんて言うんでしょうね、コスパがいいんですよ。まあ、そうですよね、貧乏な北朝鮮にとっては、はい、で、あの、まあ、そういうサイバー専門のやつを育てて、はい、でネットのアクセスの環境のいいシナに連れてくるんですよね、でシナがその基盤を用意して、はい、でサイバー攻撃するみたいなんですよ。まあ、ただ今習近平とねエリンギが仲悪いですよね、でその北朝鮮の労働者が今続々帰国してるみたいですね、はい、で、あの北朝鮮レストランもみんな閉店に追い込まれて、で一応その拠点もだから閉鎖ということになってるみたいなんですが、まあ、いろいろとこう形を変えてまだ残ってるんじゃないかというような話もあります、でそのサイバー攻撃能力どれぐらいかっていうのは、実はね産経新聞に、昨日ですね、あの記事が出てまして、ネットでまだ読めると思うんですけど、はい、そのインフラをね、はい、直接アタックして、その原子力発電所を暴走させてみたいなことできるのかというと、そこまではちょっとまだ無理っぽいんですよ。ただ、さっきのね韓国軍じゃないですけど、セキュリティあまあまの韓国軍みたいなやつをハッキングして情報を取るとかいうのはできるらしい。あと、あのマルウェアばらまくと、あのワナクライってどうも北朝鮮製だっていう噂がありますけど、ああいうのやって、まあ、身代金みたいな金をね、ビットコインでゲットしたりとか、それぐらいのことはどうもできるんじゃないかって言われてるらしいですね。結構ハイレベルなんですね。そうですね、舐めたもんじゃないらしいです、はい、で自衛隊のサイバー部隊どうなんですか。まあ頑張っていただこうかなみたいな。あの一応客観情報欲しいんですけど、はい、す人数何人ぐらいいるんですか。今まだこれからじゃない。いないの。もう今まさにやろうっていうところで思います。200人ぐらいいないの一応。いや、ちょっとごめんなさい、私規模的には承知してないですけれども、まあ、自衛隊のね、あの、そのシステム自体がかなりレガシーで、そうですね、古すぎてネットにも繋がってなくて入れないっていう噂もあるんですけどね。
いやまあね、一時期ねそのちょっと安いコンピューターにね変えたりとかしていろいろ言われてますけれども、はい、まあ、これからねそのやるってことで今進行中ですよまさに、はい、一応聞いたところによると、日本のイージス艦のシステムは NEC かなんかが、あのソフト出してるんですよね、で独自企画なので、はい、まあ、破られにくいっていう話は聞きましたけどね、まあ、イージス艦とかはね、はい、あのやっぱりしっかりやってると思いますよ、さすがに。あ、はい、あでもそれの関連で言うとね、北朝鮮はねそのイージス艦そのものをハッキングするんじゃなくて、周りにいる船をハッキングしてぶつけてくるってことをやるかもしれない。なるほど、はい、漁船のねなんかセキュリティ甘々らしいんですよ、はい、そうでしょう、巨大なコンテナ船とかをいきなり進路変えてぶつけたりとか、そういうことをやってくるんじゃないかと。で第7艦隊事故が相次いでるのも実はなんかそういうことなのかもしれないと、まあ、そういう調査も行うということは言われてましたけどね、はいはい、まあ、あの一方でその第7艦隊自体が連動が低下してるっていう、まあ、要因もあったので、まあ、直接的な要因は、はい、そのまあ、アメリカの海軍がちょっと非常に過酷な労働すぎて、はいね、予算不足ですよ ね、 ですけどね。あ、ただその妨害電波云々っていう調査は行われたことは確かみたいです ね、 ね、アメリカ軍がね、はい、それやっちゃまずいですよね。旧日本軍がねもうそういうその月月火水木金金やりすぎて疲弊して週休2日のアメリカ軍に負けたわけじゃないですか。ねえ、アメリカ軍が今月月火水木金金になっちゃったんですか。そう、だからオバマ政権の時ね随分と減らした余波っていうのはやっぱり後で聞いてきますからね。今増やしてんですかそれで。今だからその辞めた人を戻すとかっていろいろ苦肉の策をやってますけれども、はい、なかなか急にはね戻らないと思います ね。で第7艦隊自体が結構やっぱり任務が多いので、そうですね、あの、まあ、他の米海軍に比べて、うん、まあ、4割近くですかね、そのあじゃあ60日年間60日で、はい、あのなんかあの海に出てる期間が多いとかっていうのが調査の結果分かったみたいですけど ね、 なるほどね、はい、まあ、第7艦隊みたいにその日本をこう、まあ、母港とする戦力っていうのが、うん、基本的にアメリカの戦略当初の、はい、そうですね、まあ、礎というか、はい、これしかないんですよ、はい、これなくなったら終わりなんですよ、アメリカ。そうですね、なんか命綱だと思いますよ。そうですよね、はい、まあ、そういうわけで、まあね、娘は日本にしか来ないと、危ないんで。あれ洋服売ってるんですよね。ああそうです、はい、日本でも売ってるんですね、確かに。あ、イバンカトランプっていう、ね、あれですよね、バッグとか洋服売ってるんですよ ね、 ね、はい、だからまあ韓国と中国にないとかわかんないですけど。いや、なんか韓国はと、あ、チャイナはなんかそれをすごい優遇してなんかやってて、別に行ってもおかしくない。それでイバンカはもうすっかりチャイナに取り込まれたとか言ってるありましたね、そういえばね、なんか観測も流れたんですけど。確かに。バッグを売るとあれなんですか、国を売ることになるんですかみたいな感じでもう笑っちゃったんですけど、ね、ありました、ね、それは商売なんだし、はいはい、しょうがないんじゃないみたいなね。それは日本だっていっぱいチャイナで商売してる人いるぜみたいな。確かにあるんですけどね、はい、でパパはまあ DMZ は行かないんですけど、一応韓国は行く、そうです。う、はい、これ何の話に来るんですか。まあいろんな調整をすると思いますけれども、どうなんでしょうね、まあ、ここであのいろんな話をして、まあ一つ言えるのは、はい、やっぱりその装備品のセールスっていうのはまずあると思います。あ、確かに、はい、はい、でまあ、まあ日本もそうですけれども、はい、あとはそのもし北朝鮮の有事があった時の対応っていうのは必ずの話はあると思います。はい、ね、まあ、安倍さんはね今ね世界で一番トランプ大統領と連絡を取っている首脳ですからね、はい、で一番信頼されているそうで、はい、どうも NSC とかにはねシャレにならない情報がいっぱい来ているという話ですよ。はい、早ければ年内っていう声もありますね。そうですね、小野寺防衛大臣も、はい、まあ、年末から来年にかけて、はい、まあ、今まで経験したことのないような緊張の状態がっていうような発言があったので、うん、まあ、非常にこれをざわついて記者の方も、はい、あの問いただしたみたいですけれども、まあ、そういう発言が出るということはやっぱりそういう検討とか話っていうのが、まあ、内々に出てる可能性はありますよ ね。今までいろいろこうねマスコミが話題にしてたようなことっていうのが、多分年末年始にかけていろいろ本当に起こりますよっていうのを聞きましたよ。うん、太いパイプがつながってる人から直接、太いパイプで、はい、つながってる人からね直接聞きましたよ。はい、なので、まあ、やっぱこれはちょっとね最後通牒というか、まあ、あのヤルタ会談じゃないかみたいなね。へ、はい、まあ、その前にねアメリカと平成のですね、まあ、米朝の何らかの交渉が進展すればまたあの事態が変わるので、まあ、今の時点ではそういう緊張状態を迎え終えつつあるということは確かではありますけど、まあね、またそれは変わりますから ね、まあ、ね、あの分からないとは思いますけども、はい、そういえばあの北朝鮮の反撃力がって言ってる左翼がいるじゃないですか、でそれをねなんかちょっとサポートするような記事が、ロシアのプロパガンダメディア スプートニクに出てたんですよ。でそれによるとね、ミサイル部隊はもうね国境周辺に配備されていて、砲撃の音を聞いた瞬間にもうスイッチを押せって言われてるって書いてあったんですよ。
へえと思ってで今日八重洲イブニングラボでこれ思いっきり突っ込んでおいたんですけど、はいはい、詳しくは言えませんが八重洲の、はいはい、コミ見てください。詳しく書いてへえ面白いねと、これもう余裕で笑っていられる理由があるんです、はい、まあまあ多分桜井さんも分かると思うんですけど、そんな大体ミサイル部隊運んできた時点で、あもうやめときますねえ、ねえ、はい、もうだからもうあの、まあ、素人かスプートニクこの野郎みたいなプロパガンダならもうちょっとまともなこと書けみたいな話ですよ。はい、はい、ということでもうこれいいです。はい、次、はいはい、それよりもですね、はい、昨日とんでもないニュースが入ってきました、はい、じゃん、セクハラセクハラ小学生 暴行ということで、はい、立憲民主、立憲民主民進ですね。え、はい、立憲民主でね、あの青山さん、葛飾さんと来て、ね、そしてそうそう、参院幹事長の小川さんの息子さんですよ。3人のこういう方がいるとね、はい、そうですそうです、はいはい、立憲民主、立憲民主、民進党と参院民進党ですね。やっちまいました。ミノモンタ現象です。まあ息子がやったこととはいえですね、ミノモンタさんはあれでしょ、子供が、盗みやっちゃったんですよ。盗みっていうか、うん、強盗かな、ね、あの泥酔してる人の財布を抜いて、タクシー取っちゃったんですよ ね、 ね、そう、はいはい、でそれで全番組降板ということになってしまったんですが、はいはい、小川さんはですねちょっとシャレになってたんですよね。わいせつ目的で小学生暴行で、しかもあの所沢で捕まったんですけど、あの地域であのすでに2件似たようなことが、じゃあ余罪があるかもしれない、ね、そう、体を小学生の女の子が体を触られるという事件が起こっていて、でどうもそれに関与したと供述しているらしいということで、完全アウトですよ。うん、はい、でもまあこれで親父がねどこまでっていうのはあるんですけど、一応離党したそうです小川さんは。はい、でもこれ下手すると、ね、議員辞職、そうですね、まで行く可能性もありますよ ね、 ここね、議員なんかやってる場合じゃないだろうと、子供の強制にね、子供のね、そう、子供の教育やり直しだろうみたいな、まだ若いんですよ、20代だと思いましたけど息子は ね、 でこれまあ、 あの小児性愛病気ですからね、心の、よほど何かストレスがあったのか思うんですけど、これ治んないですよ。しかもアメリカだと GPS 一生もんですね、こんなんやったらね、はい、はいはい、やっちまいました。やばいですねこの、なんかこうバチが当たったかのようにこの、ねえ、ね、なんか昼間テレビつけたらいきなりやってたんで、そうですね、なんかえっと思っちゃいます ね、 ねやっぱりいろいろちゃんと用意してるんですね。そうなんですよ、ね、でしかもねこの葛飾さんに至っては反論しないで逃げちゃったんですよね、でなんか合意があったとか言うんだったら、じゃあそれちゃんとね、あの自分でもちゃんとやりなさいよと、その反論かけよう、そうですよね、でそれで違うんだったら名誉毀損で訴えるぐらいのことまでしないと、言われっぱなしだと痴漢冤罪じゃないですけど ね、 ね、あの言われっぱなしだとやったことになっちゃうので、いや潔白だと言うなら、その青山さんもね、葛飾、青山さん認めたんですよね、すいませんそういうやらしいことしましたと認めたらしいんですよ、はい、で葛飾さんは認めずに、で記者会見逃亡、確かそんな感じですよね。いやだからあのそうじゃないっていうのは反論すべきだし、ね、で先生どうぞ反論した上で、場合によってはやっぱ名誉毀損ですよ。ですよね、名誉毀損で裁判するぐらいのことをすれば、はいはい、そしたらまあこれはなんかちょっとあれじゃないと違うんじゃないみたいなね、思いますけど、これはちょっとまずいですよね。でこれに至ってはもう逮捕されちゃいましたからね。ですね、これ問題大きいですね。やばいですね、これ呪われてますね、旧民進党どうなんですかね。いやもうだって国会質問がね、希望民進無所属の会でもう全部民進党ですよ、はい、民進党の亡霊3体ですよこの3体と戦わなければいけないというね、はいはい、まあでもなんか質問時間減らされるらしいんでみたいですね、はいはい、まあいいんですよこれでね。だってもともと質問時間がね、なんかね野党が8の与党が2ぐらいだったらしいんですよ、でこれねなんかね民主党政権下でそういう風になったらしいんですよ。あ、そうだったんでしたっけ、ね、うん、で理由はね、民主党のあのそのまあ質問時間をですね、あの議席通りに割っちゃって長くするとですね、閣僚が答弁する時間長くなるでしょ、はい、そうするとあのまずいんですよ、答弁できないっていうか、あの閣内不一致とかが出ちゃうのでいろいろ不一致のこと出ちゃうので、質問するやつも民進党だったりすると余計そこを疲れちゃったりするので、あ民主党か、はいはい、なのであの与党がボロ出ないように、もう野党に適当に質問させとけっていうことでそういうふうになったらしいんですよ。だそれがそもそもおかしいので、でなおかつ質問時間減らされても別にね野党困らないんです、うん、これね私ね昨日裏取ったんですけどね、あの霞が関のキャリア官僚の告発ブログでね、はい、があって、でそれにその質問通告あるじゃないですか、はい、であれでその質問者をね、はい、そもそも夜の6時まで決めてくれと、夕方ね、はい、言ってんのに6時の段階で質問者決まんないらしいんですよ、うん、で質問する人が逃げて回ってるみたいな、まあ、逃げて待ってるのかなんだかよくわかんないですけど、誰が質問するかもわかんないし、質問内容も通告来ないらしいんですよ、
でそれで結局ずっと待機状態でものすごいサービス残業になるわけですよね。ですよね、残業代、サービス残業かな、残業代つくの、つきますよ、つきます、自衛隊はつかないですよね、ほぼ徹夜ですよ、はい、でそれでね結局、その全然出してこないで、で質問ももう夜中まで出てこないから、出てからそのやって、朝7時の大臣のレクの時に間に合わなきゃいけないからみたいな感じらしいんですよ、気の毒ですわ。でこれ本当かなと思って、一応匿名告発ブログなんで、ね、確認した方がいいと思ったんで、キャリア官僚の方聞きました、現役の人と OB と両方、どこの省庁かいません、はいはい、複数聞きました、はい、結果ですね、はい、もうそれ霞が関で常識ですと、あ、やっぱそうなんですね、やってもうた、いや、その緩みがこれになったのかお前らみたいなね、うん、だってみんな11時ぐらいとかまでね全然来ないとかそういう感じなんでしょうね、本当です、あ、もうそれ以上ね待ってるかもしれないですけど、で基本的に、ね、与党側はねやっぱりねそういうねだらしないことやるとどやされるらしいんですよね、うん、国対委員長とかそういうなんか偉い人から、あの部会の長の人とか、そういうあたりからうさいなみたいな感じで怒られるんで、与党は割とその辺はちゃんとしてますと、野党は総じてそんな感じ、まあ、特に民進党系ひどいと言ってました、気の毒ですね、はい、だから質問時間減ってもいいんじゃないと、どうせだって聞くことないでしょ、だってやる人だっていないんだからさ、話ですよね、はい、困ったもんです、そして、一応経済ニュース最前線なんで、最後は経済ネタで、いつも経済ネタ最後ですね、もうやる気あるのかというのをつけまれ受けてますけれども、はい、やる気あります、はい、ありますよね、はい、いきますよ、はい、最後はねこれです、はい、じゃーん、片岡相場始まるということ、始まってますか、ついに片岡相場来ました、はい、日経平均2万2000超えということで、まあ私ねある意味ね、半分乗り遅れてるんですけど、はい、まあ株買ってますよ、買ってますけどね、思いっきりレバレッジかけた危ないポジションをね上がる前にぶん投げちゃったんですよね、下がってる時はずっと持ってて、ちょっと上がり始めたら売ってしまうというですね、ど素人かお前はみたいなねそんなもんなんですよ株は、まあでも一応あの持ってますよ、あの基本的には貯金代わりにやってる株は結構たくさん持ってるので上がってよかったなと思ってるんですけど、もうこれやっぱ片岡相場じゃない、何の根拠もないですけどね、はい、日銀政策決定会合で片岡さんが再びですね反対票を投じてもっとやれということで、で一応そのプランをね、片岡プラン出たんです、はい、それがね15年債、15年債の金利を 0.2% に抑えるイールドカーブコントロールしろというのを出しました、はい、出したんですけれども、はい、市場はこれに反応したのかどうかよく分かんないんですが、とりあえず上がってます、はい、なのでもうこれいいです、片岡相場ってことで、片岡さんが入ったんでここまで行きました片岡さんありがとうっていう、やっぱり影響出てるとかですね、影響出てるのかな、で片岡さんがやっぱり言うことを半年後ぐらいに実現していくという、はい、まあ、かつて中原信之先生がそうだったんですけどね、中原相場ならぬ片岡相場出るといいなという感じなんですけどね、どうかなということですね、まあ、あの問題はですね、はい、まあ、日銀の次の総裁人事ですよ、はいはい、でこれはね選挙の前からね、八重洲イブニングラボではずっと書いてたんですけど、まあ、あの基本的にねこの選挙で安倍総理が負けちゃうと日本経済来年9月で終わりで予定だったんです、終わりになる予定だった、はい、それは簡単でね、まず変なやつが総理大臣になるでしょ、はい、あの安倍後継ってなるやつも基本的に変なやつなんですよ、はい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 、変なやつっていうのはその、はい、気持ち悪いとかじゃないですよそうじゃなくて、じゃなくてね、あの経済政策が変なやつ、おかしい、そうだから変なやつ、はい、だってもうあのね、はい、与党がやることって経済政策以外何があるのって感じなんだから、それメインなんだから、はい、経済政策が変だったら変なやついいんですよ、はいはい、変なやつがなるでしょ、そうすると3月の日銀総裁人事で変なやつが選ばれるんですよ、そうすると金融緩和やめるみたいな、なるほどなるほど、そう出口戦略とかアホなこと言っちゃって、でまだデフレを、まあデフレを脱却して完全に目標を達成してない段階なのに中途半端なところでまたデフレに戻っていくみたいな可能性があるなと、そうすると、まあ、3月にそういう変なやつが選ばれると、まあ実体経済のに悪い影響出るのは半年ごと考えて9月ということで、まあ下手するとあと1年で終わりかなって9月頃思ってたんですよ、はい、でそれを思って身構えててやべえなやべえなと思って弱気になって株売っちゃったんですよね乗り損なった、これに乗り損なった、恐怖に負けましたはい、まあそういう感じです、そういう感じなんです、だけど、まあ、今回勝ちましたよね、はい、安倍総理が勝ったので、はい、ってことは、まあ、日銀総裁変なやつは選ばれないだろうという安心感です、最低でも黒田みたいな感じになってます、ね、黒田さん続けば、はい、黒田さん続けば、まあ、今ぐらいの片岡相場です、はい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 、でもっとすごい積極的な人になれば片岡相場2が始まりますね、これ、ほう、はい、ラクーンシティを出て、ほう、旅に出ます、はいはい、バイオハザードですけどね、片岡さんバイオハザード大好きなんで、あ、そうなんですか、そうなんです、はい、就任祝いに僕バイオハザードのフィギュアを送りました、はい、なので、はい、まあ、片岡相場、はい、1なのか2なのかっていう選択なんですよ、
で安倍総理が選挙負けちゃうと、はい、加藤厚生保障自体がないっていう可能性があったんですが、その可能性が今なくなったんで1で行くのが2なのか、はい、2行ってほしいんですけどね、どうなのかなというとこですね。はい、今からちょっと買っても遅いかなと思うんで、今から買う人はドルコスト平均法でちょっとずつ買ってください、はい、もう持ってるお金を十分買って10ヶ月で買うぐらいのね感じでいいんじゃないかなというふうに思ってますが、投資は自己責任、はい、あなたが大損しても私は一切責任は取りませんということで、経済ニュースとアイデンティティこれにて終了したいと思います、はい、また来週。